コーヒータイム。今日はね、キリマンジャロですね。で、今日は何の話しようかなと思ったんですけど、久しぶりにね、Mリーグの話でもしようかなと思ってます。まあ、ここ最近ね、Mリーグの話全然してなかったんですけど、Mリーグがですね、今ファイナルシーズンに、まあ、Mリーグってレギュラーシーズンっていうね、全90試合、120試合だったかな、今年は。今年ね、ちょっと試合数が増えて、全体的なね、結構増えたんですけど、それで長くなったんですけど、90試合だったかな。うん、でそれプラス、それがレギュラーシーズンで、セミファイナルっていうのが、まあ先月かな、まあ、4月から5月の頭にかけてやってて、で最終的なね、ファイナル、まあ、全8チームから、2チームずつね、シーズンごとに、シーズンごとっていうか、その、なんていうの、レギュラー、セミファイナル、ファイナルと進むごとに、2チームずつ脱落していって、最終的に4チーム、最初は8チームなんですけど、最終的に4チームで戦うリーグ戦なんですけど、今週からね、そのファイナル、まあ、その、年間の1位ですね、2022年から、2023年の M リーグで最強のチームっていうのを決めるファイナルシーズン、ファイナルっていうのが始まったんですけど、今年はね、まあ普段応援しているそのセガフサミーフェニックスっていうのと、あとサクラナイツっていうのが、まあフェニックスはもう本当に今年は成績がね、振るわずに、レギュラーシーズンで敗退してしまったんですね。なんですけど、サクラナイツは、まあ、なんとかね、セミファイナルまで行ったんですけど、セミファイナルね、ほんと調子が悪くて、で、まあ、敗退となってしまって、まあ、応援するチームがね、全部終わってしまったんですけど、ただね、Mリーグはね、どのチームもね、すごい魅力的で、で今年はね、まあ、5年目なんですけど、5年目で初めて、チームライデン、電通がね、運営しているチームライデンがね、去年はね、マイナス1200ポイントっていう、どうしたらこんな点数になるのみたいな感じの、もうマイナス、もうダントツ1位のマイナスだったんですけど、ダントツ1位っていうか、ダントツの最下位。ちょっとコーヒー入れ終わりました。はい、コーヒー入れ終わりました。じゃあコーヒーね、先にいただきましょう。はい、コーヒーいただきます。うん、いい香り。うん、美味しい。やっとね、口内炎が、そのなんていうの、熱いものを飲んでも痛くないところまで回復しまして、コーヒーがね、純粋に楽しめる、うん、やっぱ最高ですね。痛いとね、どうしても香りとかね、そういうのを楽しむ前にもう痛っていうね、痛みが来ちゃうんで、どうしてもあれなんですけど。で、Mリーグの話に戻りますと、今年はね、そのライデンが去年ダントツでビリだったのが、今年途中で1位になったりとかね、すること、1位にね、立ったりとか、もう本当に今までだと信じられないような快挙をしまして、でそれがね、今初のファイナルにね、出場してまして、そこを今ね、全力で応援してます。まあちょっと麻雀詳しい人じゃないとわからないかもしれないですけど、その麻雀のね、そのプロ雀士っていう人はちょっとわからないとは思うんですけど、まあ誰でも、そのね、チームライデンの特徴としては、誰でも知ってる芸能人のね、萩原雅人さん、まあ昔からね、トレンディードラマとかに出てたりとかするね、まあ二枚目俳優の萩原雅人さんが、
あの出場、もう選手としてね出場してまして、まあハギーはね、まあみんなハギーって呼んでるんですけど、ハギーはもうリーチすれば裏目になって最後山山って言ってね、そのなんていうの、こう灰をね積もってっていうか取ってきて、いっぱいずつ取ってきてね、それであの順番が進んでいくんですけど、その引いてくるところは山って言うんですけど、そこにあのリーチした時にね、あの何個あるかみたいなので勝負になったりとかするんですよ。でそれでね結構枚数があっても引けないとか、本当にね麻雀の運が悪いみたいなね、その戦い方云々の前に運が悪いなみたいなね試合が結構多くて、いつもね厳しかったんですけど、今年はねハギーも頑張ってますし、まあ、ちょっとね前に体調崩して入院してたみたいな話もしてましたけど、うん、1位取ったりとかね、まあ結構頑張ってる。でチーム自体もかなり盛り上がってて、で今ねちょっとセミファイナルは、あ違うファイナルは今はちょっと昨日マイナスになって3位だったかな、うん、順位的には、まあ、4チーム中3位っていうところなんですけど、ただまだまだねその全体のチームがあの団子状態、ポイントが団子状態なんで、まあこれからね残りあと12戦あって、まあ、来週のね金曜日までなんですけど、まだ団子状態でやってるんで、どうなるかわからないっていうところはねすごい今盛り上がってるんですよね。まあ今日はねちょっと水曜日なんで M リーグないんですけど、本当にね目が離せない。毎日ねその直対っていう風に言いますけど、そのなんていうの、上位のチームとね、まあそのなんていうの、順位争いをしているチームと争う、直接ねあのポイントを取り合うみたいなのが、まあそのファイナルなんでね、もちろん直対がずっと続くわけで、直接対決がね続くわけで、いや本当ねその1勝1敗が本当にね順位に直結するんですよね。馬岡っていうね、そのなんていうのかな、あの上がった時、1位で上がった時にボーナスが入るのと、あと1位2位で上がった時はボーナスが入って、3位4位で入った時にはペナルティーが入るみたいなね、そういう点数の付け方になってるんですよ。1位になると基本点プラス50点、4位はその逆だったかなとかなんで、結構ねポイントがひっくり返るんですよね。1試合でトップのチームが負けると、今までトップだったのが一気に最下位になったりとか、そういう可能性があるんですよね。最下位のチームが逆にトップになると一気にねまくって1位になったりとかするぐらい点数がね本当に離れてないんですよ。なので、まあ、本当に熱くてね、麻雀にあまり興味がない方もですね、ぜひね、最近、まあ、今年からなんですけど、麻雀って結構ね難しい用語、そのマオカとかもそうなんですけど、そのなんていうの、テンパイだったりとか、海底法定、ヤンシャンとか、なんかね、何の暗号ですかみたいなね、そういう言葉が結構キーワードがね出てくるんですけど、そういうのも上にねちょっと字幕で解説が出たりとか、あと麻雀自体のねその選手が何を考えてるかみたいなのが、そのまあ上手い人だと分かりづらいんですけど、その解説の人、実況の人プラス解説の人みたいな感じで毎回進んでいて、この人はどういう風に考えてる、この人のプレイスタイルだとどういう風なことを考えてるからこれを切るんじゃないかみたいな、そういうのの解説から、まあどういう感じで切ってるから、まあどういう感じで進めていってるみたいなね、選手がどういうことを考えて、なんていうの、その麻雀の牌を切っていったりとか、泣く泣かないとかね、泣くってもポンとかね、チーとかいうやつなんですけど、そういうのをするしないとかの選択肢とかもいろいろ解説してくれてってね、すごい分かりやすいので、ぜひね麻雀の知らない人、まあ麻雀をやれとは言わないんですけど、その麻雀を観戦するっていう間口がだいぶ広がってると思うんで、ぜひね興味ない人も一回でいいんでね、
アベマで無料で見られるのでね、ぜひ一度見てみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、残り12戦なんでね、泣いても笑っても、いや今年は本当にね、ライデン優勝してほしいんだよな。他のチームもね、みんな結構好きなチーム、選手とかもいるんで頑張ってほしいんですけど、まあ今年は本当ライデンに勝ってほしい。最後にね、ライデンの麻雀は面白いんですっていうね、 RMO っていうポーズをやるんですけど、それをね壇上でやってほしいんですよね。多分ね、その敗退してしてしまったチームを応援してたチームのほとんどの人が今ライデンを応援してるんじゃないかなって思いますけどね。まあわからないですけど、まあ無理にねライデンを応援しろとは思わないですけど、ぜひね、まあ普通に楽しいのでぜひ見てもらいたいなと思いますっていう感じで、バイ。